こんにちは、FA ラボラトリーです。今回はリレーの解説をします。入力と出力を直接つなげるよりリレーを挟んだ方がメリットも多いので、ぜひチェックしてください。スイッチは使用していく際にホコリなどわずかな隙間ができます。隙間が生まれると放電が起きて焼損してしまい、接点不良が発生しスイッチが使用不能になってしまいます。その現象を防ぐためにリレーを回路に組み込みます。リレーとは電気回路のオンオフや切り替えを行う部品になります。鉄芯に巻かれたコイルに電気、小電流が流れると電磁石の働きで可動鉄片が引き寄せられ、可動接点が固定接点に接触し回路につながることで電源から直接伝送品へ電気、大電流を流すことができます。リレーには大きく分けて有接点リレー、無接点リレーがあります。有接点リレーは接点を持っており、電磁作用により機械的に接点を開閉させて信号や電流、電圧を入れたり切ったりします。無接点リレーは内部の半導体や電子部品で構成されていて、電子回路の働きで電子的に行うことで信号や電流、電圧を入れたり切ったりします。有接点リレーの一番の特徴として、コイル部と接点部が物理的に離れていることです。左側はコイル部、電磁石の働きで鉄片を引き寄せる入力側、一次側になります。右側は接点部、固定接点と可動接点の組み合わせにより回路を開閉する出力側、二次側になります。リレーオフの時、可動接点と固定接点が離れているリレーなので、スイッチを押すと動作するタイプです。無接点リレーは接点が半導体なので機械的な開閉がなく、メンテナンスがフリーになります。小型で静音、長寿命で高絶縁性などの特徴があります。入力端子、入力回路、スイッチング素子、駆動回路、出力回路、半導体素子、出力端子、このような回路構造になります。有接点リレーと無接点リレーの特徴を比較して
見ていきましょう。画像は、有接点リレーにはミニパワーリレーの MY2N、 無接点リレーには MOSFET リレーの G3RZ を挙げています。表で一覧にしてみると違いが分かりやすいですね。リレーには3つの働きがあります。1つ目は小さな電力で大きな負荷の開閉を行う。電流値が大きい製品に対しても使用することが可能です。2つ目は異なる種類の電気信号を伝達する。電子電源で AC 負荷も電源制御開閉することができます。先ほどの配線のように DC 電圧の製品を使用して AC 電流を動かすことができるようになります。リレーを介して電源負荷を抑制することが可能です。3つ目は1つの信号入力で複数の出力を出す。コイル部への1つの入力信号でいくつもの独立した回路を同時に開閉制御できます。接点数が多いリレーを使用することで複数の出力ができるため回路をコンパクトにすることができます。このリレーの特性を生かすと光るスイッチやより小型なスイッチなどに置き換えることが可能です。また LED を大量につけている箇所にも使用可能なのでスイッチと電源を直接使わずリレーを回路に入れてみるのはいかがでしょうか。有接点リレーを使った回路を用意しました。電源オムロン S8VK-S06024、 ソケットオムロン P2RF-05、リレーオムロン G2R-1-S、 DC24、 表示灯富士電機 AR30D0L-E3G、スイッチオムロン VX-01-1A に電源から来た電力をリレーに返して表示灯へ流れている回路でスイッチでオンオフ操作します。電源から来た電力をリレーに返して表示灯へ流れている回路でスイッチでオンオフ操作します。
電源からコイル部に繋がっているのが一次側、電源から接点部に繋がっているのが二次側になります。では実際に操作します。スイッチを押すと、表示灯が光ります。コイル側を微弱電流、ランプ側を本電流にすることで、スイッチが消損することはありません。リレーは焼けないように製作された製品なので、スイッチよりも寿命が長いです。リレーをズームしてみると、このような動きになっています。オンにするとくっついて、オフにすると離れます。リレーを使用することで、接点が劣化するのを防止することができます。また、スイッチ部分でも使用可能で、多様な使用方法があるので、どの部分に使用するか、回路を組むか悩みますね。紹介した商品はいずれも当社が運営している EC サイトエンジェルホームショップジャパンにて販売しております。各種ご用意していますので、概要欄に貼ってある URL へ飛んでください。